はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、海賊戦隊ゴーカイジャー、ゴーカイマシンシリーズ01マジドラゴンです。はい、先にこのシリーズのガオライオンを紹介しましたので、こちらもレビューしましょう。マジドラゴンはマジレンジャーの大いなる力ですから、下側にはマジレッドがいて、外箱をぐるっと見回すとこのような感じ。もちろん単体で遊ぶこともできますし、ゴーカイ王と連動してマジゴーカイ王にも合体します。ゴーカイジャー本編ではマジレッドの変身前のカイ君も登場して、マジレンジャーの時のハツラツとした感じとは違ってめちゃくちゃ大人っぽかったですよね。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、マジドラゴン本体と尻尾パーツと羽パーツが2つ、4つのパーツで構成されてますから、ベース本体のジョイントを使って各パーツをカチャカチャとはめ込んでいけばあっという間に出来上がります。この上側に羽パーツのジョイントがありますので、両方ともセット。はい、これでマジドラゴンが完成しました。はい、ぐるっと見回すとこのような感じで、横側、正面、そして上側とさらに下側。マジドラゴンといえばマジレンジャーの1号ロボのマジキングの変形状態ですけど、それに比べるとだいぶコンパクトながらも割と特徴は捉えてて、角部分なんかもそれっぽいですし、きちっと前足もありますね。そして尻尾も太い、マジレンジャーのおなじみの M マーク。近づいてみるとモールドもきちっと入っておりますし、ここにはゴーカイジャーのマークが両方についております。内側もしっかり塗装が入っております。単体でのアクションギミックは、ここのバネを使ってこの出っ張りに指を置くことで、このように羽ばたきギミックができます。こんな感じ、片方ずつ別々に動きますね。で、ここも変形の関係でバネが入ってますから、両方バタバタと動かすことでかなり羽ばたきっぽく見えますね。いろんな角度から見るとこんな感じです。さらに首パーツのポップアップギミックがあって、角をしまって顔を収納して奥側までロック、そうするとカチッといってここでロックされますから、ここのボタン、これを両方とも同時に押すと、はい、ポップアップギミック。思い切り角が畳まれたままですけど、こういう遊びもできます。もう一度収納してポップアップ。角を展開したままだとこの部分にきちっとロックがされませんから、ここは収納しないといけなくって、収納状態でロックからの展開。これがマジドラゴンの単体ギミックです。あとは前足がこのように上下に可動するのと、口も任意で動かすことができます。首の部分とか根元には可動が入ってるんですが、ゴーカイ王との合体の関係でバネが入ってますから、この辺は動いちゃいますので、動かせるのはこのあたりですね。ちなみにサイズ的にはドラゴマルとすごい近いです。ではゴーカイ王と合体。各パーツをバラバラにしますから、羽パーツを引っ張って取って尻尾も外して2つのパーツに分割。本体パーツは角を畳んで顔も収納して、先ほどと同様にカチッとここでロック。これで合体準備は OK です。ゴーカイ王側は後ろのダイヤルを回して全てのパーツを展開します。そして空いた部分にパーツをセットしていくんですけど、裏側のジョイント、ここに丁寧に色の記載があって、ピンクとかブルーとか、こちら側にはイエローで、さらにグリーンの矢印が書いてありますから、ここの色とジョイントを合わせるような感じで内側のここの部分にはめていきます。畳んで押し込んでロック、そしてで蓋を閉めて、右足にはピンクの矢印がありますから、ここでここに合わせてはめ込んで蓋を閉めます。同じ要領でグリーンの矢印側には羽パーツを入れますから、ここは畳んでこのジョイントで奥にロックするとカチッとはまりますので、ポップアップする前に蓋を閉めます。
ブルーの方も羽を畳んでジョイントに合わせて内側へガチャッと、そして蓋を閉めて、最後はマージドラゴンの本体部分をここのジョイントを使ってこの向きでセット、そして胸パーツを締めます。はい、これで全ての合体準備が完了しました。とは言っても見た目は完全に豪快用で、この状態だとわかりませんが、内側にマジドラゴンが詰まってますから、裏側のここのダイヤルをぐるっと回転することで、大いなる力が解放されます。それでは変形。完成！マジ豪快王です。おはぁ、来た！一発変形。はい、真剣豪快王もそうでしたけど、全身のパーツがバタッと展開して、一瞬にして変形完了しました。この状態でぐるっと見回すと、このような感じで、横とか後ろからのシルエットはほぼ変わっておりませんが、前から見ると全然違う見た目になって、胸からドラゴンが生えてますし、腕パーツからも羽が展開してますね。そして下半身もドラゴンの爪が展開してて、足パーツがすごくボリュームアップしてますし、もともとスッキリしてた内側のパーツに大きなパーツが入ることで、展開後の空洞っぽさもそんなにありませんね。近づいてみるとこのようになっております。ちょっとこの部分がテレビ本編より出っ張ってますから、パーツを引っ張れば取れますので、そうするとまた見た目がスッキリしますね。肩パーツに羽部分が若干干渉するとはいえ、これまで通り動かすことができますから、少しポーズを変えることも可能で、武器武装も問題ありませんね。ただ、テレビ本編ではこの状態でビュンビュン飛んでおりました。ドラゴンの顔とかはこれ以上上に向くことができませんから、角度的にはこれがマックスですね。羽ばたきギミックとかは生きてますから、こういうこともできます。さらに本編通りこの状態からパタパタと収納することができますから、各パーツをすべてもう一度しまって顔も収納しまってからの必殺技状態も再現することができます。ほんと勢いよく展開しますね。豪快王から各パーツを取り外すときは、裏側のここにロック解除ボタンなどがありますから、ここを押してあげるとカチャッと外れます。なので、各部分のロック解除パーツを押して外すような感じ。足パーツのここにもボタンがありますので、押すと外れます。イエローも後ろ側。一番中心のパーツだけは、ここにロック解除ボタンがありますから、ここを押してあげると、はい、外れます。あとはパーツを元に戻して、マーチドラゴンも尻尾をロックして、カチャッとジョイントにはめて、羽パーツも両方ともセットすることで、はい、マーチドラゴンに戻れます。さらに魂ステージを使って豪快王の前に置けば、マジバインド発動状態も再現することができます。はい、ということで豪快マシンシリーズ01マジドラゴンを紹介しました。元ネタのマジドラゴンをベースにしながらもコンパクトめにアレンジされてて、単体ギミックはちょっと微妙な感じでしたが、マジ豪快王の見た目はなかなか派手でしたね。ダイヤルでのパーツ展開もすごくスムーズで、かなり遊びやすいと思います。
では、次の動画ではデカレンジャーの大いなる力のパトストライカーをレビューします。以上、海賊戦隊ゴーカイジャーゴーカイマシンシリーズ01マジドラゴンの紹介でした。